んにちは。セガハードを激萌えに攻略する女秘書、アリサです。本日は、メガドライブミニ2への収録が決まった。戦略アクションゲーム、ゲイングランドの、時短攻略レシピを紹介いたします。全部で50ステージもあるゲームですが、このレシピを使えば5分もかからずに調理できちゃいます。本日の時短ポイントは、裏技による面セレクトです。これを使えば、1ステージのプレイだけで済んで超時短です。難易度の設定は、時短とは逆行するハードですが、その理由は、口述させていただきます。まずはオプション画面に入ります。ここで ACBC の順にボタンを押すと、ラウンドセレクトの項目が出現するので、50に設定します。ラウンドセレクトをするときに、難易度設定はハードに変更しておきましょう。理由は後で述べたいと思います。ゲームがスタートしたら、一人目を出撃させます。キャラクターは、基本誰でも良いです。それよりも重要なのが、出撃のタイミング。誘導ミサイルが、真ん中の壁を通過したと同時に出撃させます。先ほどのタイミングで出撃させると、無敵状態の時に誘導ミサイルをやり過ごせます。次の拡散弾を軽い右移動でかわしたら、一気に壁を3枚突き破りましょう。一人目はそのまま死んでしまいますが、それで成功です。あとは、同じタイミングと進行ルートで、ラスボスに攻撃を与え続けます。残り19人もいるので、問題なく撃破できるはずです。やったぜ。ちなみに、難易度をハード以外に設定すると、このように、初期の3キャラクターしか出撃できません。やれないこともないが、かなり厳しいです。難易度ハードでは、コンティニューができないというだけで、基本的な難易度に違いはありませんし、そもそも、最終面は、どのみちコンティニューできません。つまり、難易度ハードの方が簡単というわけです。というわけで、無事エンディングに到達しました。メガドライブミニのラインナップの中では地味な存在ですが、頭の体操にもなると思うので、ぜひチャレンジしてみてください。それではまた、別のゲームでお会いいたしましょう。さようなら。